うん、ロートレック、喫茶ロートレックにやってきた。席には静雄だけが座っていた。え、ルミちゃんは。店内を見渡したがルミの姿は見当たらない。いらっしゃいませ、お一人様ですか。いえ、待ち合わせで。かしこまりました。店員は笑顔を残して去っていく。ルミちゃんどうしたん。静雄がこちらをじっと睨んでいる。加納は歩み寄って深々と頭を下げた。はじめまして、加納深夜と言います。思ったより神器臭い顔をした男だな。いや、もっとあるでしょう。初対面でいきなりそれはきついな。静雄は加納を寝踏みするような目をした。ルミならちょっと用事があって席を外している。うん。加納は静雄の向かいの席に座った。え、ルミちゃん前回なんて言ってたっけ。思い出せないな。みのりかわさんにインタビューをされて、そっから見てない気がするんだけど。目の前にはノート型パソコンが開かれている。ノート型パソコンのティップ。はい。スリープ状態で今は画面に何も表示されていないが、加納がやってくる直前まで静雄はネットに接続してコミュニティサイトを開いていた。使用しているハンドルネーム、ネット上で使用するニックネームは自分の農園で育成しているリンゴの愛称。あ、そういうことだったの。え、なんだっけ、キューティーハニーじゃなくてプリティー、え、なんだっけ、プリティーハニーとかそんな名前だったよね。小さく可愛らしいサイズで蜜が豊富で大変甘い。あ、そういうことか。ネカマじゃなかったんだ。あれ、でも名前はリンゴの愛称だったとしても口調まで女の子に寄せてなかったっけ、静雄。まだ静雄だと確定したわけじゃないけどさ。ね、前ね、そんな疑惑があったけど。いや、いいよ、全然いいんだけどさ。ウェイトレスが注文を聞きに来たのでアイスコーヒーを注文した。パソコンなさるんですか。ネットだ。重々しく言うなよ。静雄が重々しく言った。この喫茶店はネットにつながるんですか。何気ない世間話から始めてしまった。いいじゃん、コミュ協じゃん、コミュ協だったら。なんだ。そう言うと静雄はギロリと加納を睨んだ。いえ、あの、言葉が出なかった。そりゃそうだよ、プリティーハニーだかキューティーハニーだっていうことがバレたくないんだもんね。本当はのんびりと話をしている場合ではない。もしかしたらウイルスに感染してルミも静雄も死んでしまうかもしれないのだ。うん。あの、すぐに渋谷から離れてください。何の話だ。静雄は怪訝そうな顔をする。本当のことを言うべきかどうか迷った。事件について多言するのは厳禁だ。元警官の静雄も捜査の秘匿性については十分承知しているはずだ。しかし理由もなく町を離れてくれるとも思えない。加納は言った。はあ、ええ、実はバイオテロの危険が、うん、本当に言う方か B、 それは言えません。喫茶店でバイオテロがどうとかってあんま言わない方がいい気もするけど、多分どっちでもいいんだけど、一回行ってみようか。A、 バイオテロの危険が。こんなところで、実はバイロの危険が。なんだって。ですからお手の危険が。静雄がドンとテーブルを叩いた。はっきりと言いたまえ。やっぱり言えない。相手が誰であったとしても捜査内容を独断で漏らすのは気が咎めた。それにまだバイオテロが起こると決まったわけじゃない。そうだね、あと4時間もある。大沢マリアが発症する前に保護されさえすれば。事件に関係しているのか。え、渋谷から離れろっていうのは事件と関係しているのかって聞いているんだ。そうです、仕方なくつぶやいた。さすが長年やってきた勘が働いてんのかな。ならどうしてルミと逃げてやらない。静雄はズバリと言った。
や、それは。うまく答えることができないでいると、静は大きなため息を一つついた。仕事が大事か。唐突な質問に戸惑った。ルミよりも大事か。いやでもな、ルミさんと生き残るためにも仕事はちょっと頑張った方がいいという状況ではあるんだけど。それは。答えに困っていると、静が先に口を開いた。私も仕事ばかりを優先してずっと妻のことを放っておいてしまった。うん。社会の悪と対峙し、事件を解決することこそ何よりも価値があると信じて疑わなかった。だから随分と無茶をした。何度か死にかけたこともある。パパなんかちょっと大沢さんと境遇が似てる感じもするね。そこまで一気に話すと、不意に寂しげな目をした。妻はそんな私の心配ばかりしていた。自分が病気に侵されていることも気づかないほどに。そうだったの？それでも私は仕事に追われ、とうとう妻の死に目に会うこともできなかった。まったく馬鹿げた話だ。ウェイトレスが加納のテーブルにアイスコーヒーを置いた。そのままじっとしていると、飲みなさいと静雄が目くばせをした。小さく頭を下げてから直接コップに口をつけた。カラカラに乾いていた喉にほろ苦い液体が染み込んでいく。ルミにも同じ話をしたことがある。だけど、あいつはちっとも馬鹿げた話じゃないと言ったよ。父さんはやるべきことをしていただけだと。シゾはコップの水を腹地に含んだ。似ているんだよ、妻とルミは。性格もそっくりだ。だから、同じ思いをさせたくないんだよ。膝の上に置かれたシゾの拳がかすかに震えた。だいたいお前はどうして刑事になろうと思ったんだ。はじめはルミさんに喜んでもらおうと思って。その次はお父さんに気に入られるためだったんです。正直に言うと、静雄が鼻で笑った。加納くんもね、静雄さんに似てるとこがあるのかもしれない。だったら今すぐ辞めることだ。私に気に入ってほしければな。やっぱ重ねちゃうよね。すみません。それはできません。加納は申し訳なさそうに言った。お前にとってルミはその程度の存在なのか。静雄がムッとした口調になる。俺はルミさんのことが大好きです。ルミさんを守りたいし、幸せにしてやりたい。じゃあどうして。ルミさんのことを思っているとき、俺はすごく気持ちがあったかくなるんです。そんな気持ちってきっと誰もが持っていると思うんです。みんな守りたい人がいて、温かい気持ちを持っている。刑事として市民の幸せを守りたいというのは立派なことだ。しかし、だからといって自分の幸せまでもないがしろにする必要はない。確かにおっしゃる通りかもしれません。さっき同僚が刺されました。今日は奥さんの誕生日だというのに。静雄は眉を潜めた。その同僚の命は。わかりません。重体だと思います。これだから刑事の仕事っていうのは。静雄は嘆くようにつぶやく。それでも加納は動じなかった。いや、ここで。いや、わかった。大事なんだよね、加納くんにとってね。レカの心得その1。守るべきものを見失わない。それが基本だ。なんだそれは。尊敬する先輩刑事の言葉です。俺はその基本というのをずっと刑事としての基本だと思ってきました。でも違ったんです。同僚が刺されたり、助けたい被害者がいたり、いろいろなことがあって、その言葉の意味がようやくわかった。危険な目に遭っている人がいたら助ける。それは刑事としてではない。人間としての基本なんです。加納は静雄の顔をしっかりと見据えた。自分の気持ちがこんなにスラスラと言えるとは思いもしなかった。
お父さんから見たら、俺が刑事だから危険なことに身を投じているっていう風に見えるかもしれません。でも、そんなことないんです。俺は俺なんです。俺はこういう人間なんです。たとえパン屋だったとしても、酒屋だったとしても、本屋だったとしても、同じように行動します。刑事としてじゃなくって、一人の男として、一人のルミさんの夫候補として見てくれっていうことだよな。馬鹿げたことを言うな。パン屋と刑事じゃ危険の量が違いすぎる。まあ確かに。まあそれはそうなんですが、カノは頭をかいた。ふん、お前という男がなんとなくわかった。静雄は諦めた口調でつぶやいた。だったら、こんなところで油を売っている場合ではないだろう。急に重々しい声になり、カノは思わず姿勢を正した。刑事というのは熱いだけではダメだ。根性論だけでは事件は解決しない。しかし、冷静に状況判断するだけでもダメだ。諦めが早くなって、事件への粘りがなくなる。静雄の顔は今までとは変わっていた。先輩の刑事に説教されているような気分だった。いいか。冷静な思考と熱い魂。刑事はその二つを持ち合わせていないとダメだ。静雄の刑事論。今の言葉、メモ帳に書いていいですか？カノー君面白いな。面白いね、カノー君。行くならさっさと行け。照れくさそうに静雄は言った。お父さんとルミさんも早く渋谷から出てください。わかったわかった。よかったね、わかってくれて。カノはルミの顔を思い浮かべた。もしかしたらもう会えなくなるかもしれない。いや、弱気になるな。カノは自分の気持ちを叱咤した。ルミさんな、意外とトイレとかに長居してたらいいんだけどね。ところでお前は、そのルミのどこに惚れたのかね。え、何ですか急に。外見かね。いえ、それだけでは。うまく言葉が出てこない。笑ってる笑ってる。よかったね。まあ、あれはかなり可愛いからな。自分の娘に言うのもなんだが。静雄が破顔した。可愛いのはもちろんなんですが、でもそれだけじゃない。優しくて思いやりもある。そうだろう、そうだろう。そうです、そうです。カノーと静雄は初めて顔を見合わせて笑った。お前は気持ちが顔に出る男だな。刑事向きじゃない。が、悪くない。ありがとうございます。頭を下げて退席しようとすると静雄が言った。守るべきものを見失わないか。いい言葉だ。先輩に恵まれたな。カノーは振り返ると、もう一度静雄に深々と頭を下げた。これで静雄も、デカ魂メモとか用意し始めたら面白いんだけどな。デカ静雄メモとか誕生しないかな。わ、よかったね。よかったね。心配事が一つ消えたね。冷静に状況を判断する。カノーの向かう先は決まっていた。どう考えても腑に落ちないことがある。立野がタリクを故意に逃がしたという件だ。渋谷署に戻り、タリクから真相を聞き出さなければならない。歩きながら、今度は事件を振り返ってみた。それだよね。そもそも、アルファルドはどんな計画を立てたんだろうか。事件の鍵を握っているのは田中と大沢だ。フェイクだったアタッシュケースのリレー。それに関与していた田中。抗ウイルス剤を持って消息不明となった瞳。その事実を認めた大沢。あ、こっから大沢さん飛べんのね。じゃあ一旦後でね。おぼろげながら、カノーの頭の中にアルファルドの描いた絵が見えてきた。アルファルドの目的が抗ウイルス剤ならば、
大沢と田中の2人の協力が絶対になくてはならない。なぜなら抗ウイルス剤を取り出すためには2人の指紋認証が必要だからだ。だから2人の意思を手中に収めるべく田中を仲間に引き入れ、大沢の娘を誘拐したのだろう。ん？ちょっと待って、理解が追いつかないぞ。マリアさんにウーアウイルス感染させて、少しでも長い時間を置くためにアタッシュケースのリレーやってたんじゃないかな。で、ウイルスをちゃんと発症させるには時間がかかるから、最初の方でわざとアタッシュケースのリレーをして時間を稼いでたってことだよね。警察がアタッシュケースのリレーに目を奪われている隙に、アルファルドは瞳から抗ウイルス剤を受け取る。うん、そんな筋書きが頭に浮かんだ。お、クゼからの無線が入った。爆発したワゴン内で発見された被害者の身元が分かった。お、誰だったん、あの冒頭のムービーの人は。無線機を持つ手がしびれた。え、田中さん、田中さん、田中守、男性40歳、大越製薬勤務、所持品より身元を確認。やば。え、主犯みたいな、最初主犯みたいな感じだったのに、田中さんすら使い捨てだったんだ。え、思わず絶句した。田中が死んでしまったら抗ウイルス剤は簡単に取り出せなくなってしまう。そうだよね、指紋認証が。つまり今すぐに使えるのは瞳が持っている抗ウイルス剤だけだということになる。可能の脳裏にジャックの言葉が浮かんだ。仮にマリアを保護したとしても黒幕はウーアウイルスを保持している。その気にさえなればいつでもこの渋谷でウイルステロを行える。つまり渋谷にいる人間の命運は奴に完全に掌握されているというわけだ。やべえ。まさか。背中を冷や汗が伝った。もう神奈川行くしかねえな。ウーアウイルスがもし使用されたら感染拡大を止める手立てはない。アルファルドの目的が初めからバイオテロだとしたら、渋谷はなすすべもなく死の街となるだろう。まさにアルファルドの手のひらの上で踊らされているような気がした。敵の本当の恐ろしさに気づき、カノンは愕然として立ちすくんだ。田中殺された、やばー。 To be continue。 あ、だからアルファルドに騙されたって書いてあったんだ。冒頭のムービーで、冒頭のムービーで田中があのワゴンの中で拘束されて、でガラケーでメールを打ってたんだけど、そこにアルファルドに騙されたっていうようなことを書いてたから、そういうことか。じゃあ To be continue になったから、多分こっちの選択肢は他の主人公に関わってくるか影響がないかだと思うんだけど、回収してみましょうか。イーオドムジャック、はい、爆発の後でジャックさんからいろいろ教えてもらうところなんだけど、さっき B にして無理に言わなくていいよって言ったんだけど、結局言ってくれたから今度 A 選んでみましょう。なんだ、言うなら言ってくれ。じれったい思いで聞き返した。うん、お前を信用して話そう。まさかジャックに信用されるとはな。茶化した口調で言ったが、ジャックは真剣な表情のままだ。今回の事件の黒幕がこちらサイドに連絡してきた。あ、一緒かな。一緒です。じゃあ次は久世さんから無線が入って、誘拐事件の捜査を打ち切りにしましょうって言われたところで、都知事の会見を見ておくかどうかって感じかな。さっきは見ていこうにしたんだけど、じゃあ次は B にしましょう。もう自分の出番は終わった。手遅れにならないうちにルミの元へ急ごう。あ、そっかそっか、テレビ見てから喫茶店に行くか、そのまま行くかになるのか。ルミさんに会えるかな、こっちにしたら。カノンは電気店を離れると、ルミと静雄の待つ喫茶店へと向かった。展開変わるかな。うん、まっすぐ来ましたけど、
喫茶ロートレックにやってきた。あ、でもルミさんいないわ。じゃあ次そのまま続けるけど、静雄に渋谷から離れてくださいって言った時に、理由を言うかどうか。さっきバイオテロがなんちゃらって言ったんだけど、声がちっちゃくて聞こえないって感じで。じゃあ次 B 選んでみましょう。それは言えません。たとえ相手がルミの父親でも、やはり捜査内容を漏らすのは気が咎めた。申し訳ない思いでいっぱいだった。ふん、言われんでもそうする。もうこんな町にいるのはうんざりだ。それを聞いてカノンは少し気持ちが楽になった。感動的な会話なくなっちゃうのかな。事件に関係しているのか。分かってくれた。分かってくれたぞ。はいはい。でルミさんのことでようやく打ち解けられるって感じか。まあ後でどっかに引っかかってくるかどうか分かんないけど、とりあえず回収できました。じゃあ加納くんのところに、大沢さんへのジャンプが出てきますので行きましょう。